アナキンだ。俺の名前はアナキナ。今日はここボールタウンでダー君とピクニックに行く待ち合わせをしてるんだ。しかしあいにくの雨だな。そして待ち合わせしてるのは あそこあの風車の場所。おお、ちょうど雨止んだよ。ラッキー。ダー君待ってるかな。あ、いたいた。ダー君、ダー君お待たせ。イエーイ。いやちょっと雨降ってたけどちょうど止んだね。イエーイ、こらえどん。いいね、こらえどん。いいね。結構さ、走れるとかジャンプとかできるようになったよね。そうだね、結構できるようになってます。ジャンプも大ジャンプ。2つしかできないけどね、まだ。そうだね。で今日はね、2人でピクニックに行こうって言ってるんだけど、うん、そういえばダー君、なんか通信交換してほしいポケモンがいるんだって。そう、2人。2人ね。了解。じゃあ早速その通信交換しようか。これとこれです。ストライクとゴーストね。うん、でなるほど、それで進化するみたいですか。進化するみたいだからね。ちょっとやってみよう。やったことないし、うん、やってみよう。でストライクには、うん、アイテムを、アイテムね、メタルコート持たせて、うん、進化するみたいです。通信交換をすると進化をする。なんと進化をするらしい。一体どういうことなんだ。はい、来ました。ストライク、こっちから来たよ。様子がおかしい。これでダー君のストライクが進化する。ハッサムに、すごい。ハッサムすごい、かっこいい。おめでとう、ストライクはハッサムに進化した。めっちゃかっこいいじゃん。うん、なんかピカピカだね。うん、虫と虫と鋼だ。鋼だ。ハッサムを返します。返します。返さないいや、いいね、ハッサム。今度アナケナもハッサムが欲しくなったらダー君お願いするしかないな。オッケーそして最後もう一個ね、うん、ゴースト。これも通信交換をするとなんとゲンガーに。さあまずゴースト、こっちにカモン。さあもうなんか通信交換してたらもう夕方になっちゃったよそして様子がおかしい。ゴーストの様子がおかしいぞ。ダー君ちょうどいいね、夕方でもう夜だ。よかったな。やっぱりゲンガーといえばやっぱ夜でしょう。夕方だけど。おめでとう、ゴーストゲンガーに進化したって。でこれでとりあえず通信交換は終わりに。夜になった。夜になっちゃったよピクニック行こうって言ってるのに。よし、じゃあ今日はねピクニックね、2人で行くんだけど。だけどまださ、まだまだちょっと明るいんじゃない。まあ逆に夜のピクニックも面白くていいんじゃない。うん、だって明るい、だって綺麗だもんね。綺麗だしね。ピクニックの場所は海。海ということで、じゃあダー君コライドンに乗って俺のミライドンについてきてくれ。オッケー、レッツゴーピクニック。でミライドンは走れるようになったから結構楽になったし、ジャンプができる。ジャンプがすごいから柵もひと飛びです。そうです。うわ、見てても夜だからあの発光シティが見えるんだよ、あそこ。そうだ、ね、めっちゃ綺麗で、 あそこだね、あそこ。そう、あそこの海でピクニックをしようと思ってます。で僕のポケモンはもう次最終進化になりました。ラウドボーン。ラウドボーンになってます。アナケナはこのウェーニバー。さあ行こう。とりあえずこっちだ。ガウガウガウ、すごいスーパーチャンプこれもまた楽しさの一つ。イエーイ。元トカゲ僕持ってるよ。元トカゲさっき通ってたよ。おお、ここに元トカゲいるね、いるね。さっき元トカゲいたよ。いました、いました。ピクニックはどうなの。ピクニックの場所はこの海だ。ピクニックって海ってなんか綺麗だからいいんじゃない。到着、目的地到着しました。この発光シティがでも綺麗だね。うん、すごく。じゃあピクニックやろう。そしてピクニックの近く、ここにもなんかいろいろアイテムが落ちてるね。じゃあ僕はピクニックやるよ。じゃあピクニックやりましょう。オッケー、ピクニックだ。おお、夜にやるピクニックっていうのはこのランタンが光っていいね、キャンプみたいじゃん。キャンプみたい。いや夜にピクニックやるのは初めてだから、うん、すごい良かった、新鮮、うん、新鮮だね。いいじゃん、ここでやるのいいね。うん、いいね。いいね、一緒に入らせてもらうね。オッケー。あー、もう自然だ、これはすごい。じゃあダー君のピクニックに参加します。そしたら俺のね、このウェーニバルも一緒に参加してくれるのね。見てこれ、すごいな、ダー君。ラウドボーンでしょ。うん、ギャラドス、あとソーブレーンとグレーン、ね、あ、グレーンアルも寝てる。グレーンアルも寝てる。そしてここへさっき手に入れたゲンガーとハッサム ね、 サムだね。ハッサムも寝てますね。見て、めっちゃでかいよ、ギャラドス。そしてこれだろ、ダークの大好きだ、うん、
ソーブレイズ。かっこいいよね。僕もソーブレイズだ。俺ソーブレイズを買ったし。ソーブレイズになった。ソーブレイズキャラになりました。じゃあ、猫、寝てるからさ、なったら。本当にソーブレイズになってるね。ボールだよ。みんな遊んでね、ボールで。ゲンガーゲンガー。二人ともゲンガーになった。ダブルゲンガー。ゲンガーになっちゃいました。絶対乗ることはできないんだけど、乗った感じになってる。そしてじゃああれだね、ピクニックです。ピクニックといえばお腹が空いてきたんでサンドウィッチ。そしてサンドウィッチ作りでもしました。ピクニック用に買い出しにちゃんと前の日に行ってたんでね、今日買った材料でサンドウィッチ作るの初めてだから楽しみだね。さあ、じゃあサンドウィッチやろう。これダー君どこに乗ってんだよ。机に乗ってるんじゃねえや。どうやって乗ったんだ。しかしえ、勝手に乗れる。こうやって乗れるのか。乗れない。あの、どうやって乗ったんだろう。逆にどうやって乗ったの。椅子に乗って。ほら、普通乗れないじゃん。すごい。逆にすごいことしたな。一緒に作りましょう。さあ、一緒にサンドイッチ作り。どれを作る。じゃあもう今日はじゃあどうする。そのレシピは作れないんで、なしでやってみよう。フリーボードでいきましょう。で、これね、具材を買ってきたね。買ってきたんで、いっぱい。もうこれはいっぱい使って、いろんなサンドイッチを作ってみたい。だけどさ、これさ、ゲットしたからさ、絶対欲しいんじゃないって思ったんだよ。買い出しの時に思ったのが、パイン。これ高かったんだよ。高かったんだよね。せっかくなので使いましょう。やっぱりその、ソーセージとかハンバーグ、いや、これは美味しそうだよね。絶対、あの、美味しいかなって思うやつをいっぱい入れようってするのは。ソース。バターとチリソースしかないけど、ダー君がなんかマヨネーズ、マスタード、バター。どこでゲットしたんだろうね。すごいな。羨ましい。あ、次これ。それは何、ピック。ちょっと穴けなね、ピック持ってないんで。じゃあ、ダー君ピックお願いします。さあ、ダー君。サンドイッチ。私たち。一回しか作ったことありません。そして一回目はとんでもないハムだらけのサンドイッチで、ね、失敗しました。で、美味しくないって言われました。美味しくない言われました。しかもこれね、掴んだら、ほら、で、なったら掴んだらもう落ちちゃうんで、離さないようにしましょう。じゃあさ、これさ、これだからもっと乗せやすい感じにね。じゃあさ、細い感じでやってみたら。細い。じゃあまずリンゴからやってみよう。リンゴね、すごい。いいよいいよ。重たいんだけど、何？なんかグラグラとしてた。グラグラしてんだ。アナケナもね、じゃあせっかくなんで。みんなバカ。ここがね、果物ゾーンにしておきます。そうだね。食べ物ゾーン。果物ゾーン。ウインナー多いね。一回で結構乗せれるんだね。積み積みゲームだな、まさに。で、これパイナップル。すごい、このサンドイッチ。デザートとあのお肉が同時に食べれる。うん、美味しそうだね。美味しそうだね、あれ。食べてみたいね。いちごちょっと大きくない？これ。そう。持ってきた。あ、落ちた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 。バナナ落ちました。ダー君、バナナ落ちました。ちょっと、ここまだいっぱい余ってるじゃん、ここ。あー。ここにあれを押す。あー。あれ置いておいて、先に。ハンバーグとか。ダー君、ハンバーグ。リンゴ、キウイ、バナナ。絶対美味しそうなのに。そしてイチゴ。あ、いちご。いちごひっくり返った。なんかあの、あーソーセージと。みんな落ちてるけど大丈夫みたいな。落ちてるな。ソーセージとソーセージと合体しました。バナナ一個余ってるわ。チュリソーか。あ、まだお肉ありますね。スモーク切り身。切り身フライとハンバーグ。こっちこっちこっち、ここ空いてるよ。いいんじゃない。ただ大事なハンバーグがとんでもないことに。え、これまだギリギリ乗ってる。急いで急いで終わらせるんだ。ダク、とりあえずトマト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 置きます。まずいまずい。あんだ、落ちる落ちる落ちる。ハム、これこれこれ最後これ頼む。落ちない落ちないでくれ。あ、最後最後最後。あ、落ちた。あ、メインディッシュが魚落ちましたね。というわけでね、これ絶対美味しそう。いや、あ、なんかね、アナケナの方ギリギリイチゴが見えてるけど、ダークの方でイチゴ消えちゃった。若干違うね。
美味しそうだ、ね、美味しそうだよね。デザートとねご飯一緒に食べれる感じ。じゃあこれでせーの、はい。これどうなるんだろう。早速食べてみよう。こんなうまそうなサンドイッチ初めて食べた。あーうまい。みんなどうだ、ポケモンのみんなもうまいだろ。おっとあった辛かったけど美味しい。イエーイ星2。イエーイ。なんかもう一回やってみたいね。そうね、せーの。今度は具材が多すぎたんだ、じゃあ今回はだからそのシンプルから作りましょう。切り身、あれをメインで、ハンバーグとあの魚のやつを、ハンバーグと魚にしようか。うん、でそれでいこう。ハンバーグと魚を先に置いとこう。置いて、で、あとちょっと、うん、野菜をって感じにして、ま、真面目に作ろう、真面目に作ろうちょっと溢れすぎたんで、でフリーモードでね。じゃあ今度はね、ダー君と、じゃあ俺がハンバーグ、切り身フライ で、あとはもう野菜を、じゃあ、アナケナ野菜を担当します、うん、じゃあ、トマト、せっかく買ったんで、卵、ちょっと1個だけイチゴ欲しいなって思ってたけど、パイナップルね、うん、了解。これ以上やめよう、うん、これ以上やめよう、じゃあやめます。で、この味付けなんですが、今回はチリソースなしにします。これをなしにしたいです。なしにします、辛かったんで。じゃあ、それピックはね、持ってないんで。さあ、2回目ほら、美味しくできた。これはね、味付けまずバッチリ、バターもバッチリ。そして具材を、でこれはあでかいやつから置いていこうって。そうしましょう。ハンバーグです。ハンバーグでしょ。ハンバーグ、ハンバーグ、でこれだね、切り身フライね。切り身フライ、はい、でもあとはもうこれで乗せれば OK、うん、これであとはもうね材料乗せていくだけなんで、うん、でこれさ身みたいにしようかな結構落とすから、ほらなんか転がっていっちゃうね。やっぱ難しいな。乗りました。これ OK、 ナイスナイス、いいよ。最後最後、マジか、絶対やばいやん絶対やばいやん。パンが乗らないしピックが無視刺さりましたがやば、絶対美味しくなったぞ。いや難しいなこれ。美味しいか楽しいですか。いや絶対美味しいよ、うん、美味しい。どう見ても美味しいけどパンが乗んなかったんで、うん、絶対評価下がるよね。失敗だな。せーの、これいけるかな。いただきます。いただきます。いやサンドイッチ、今回のサンドイッチも具材がいっぱいで大変美味しい。味付け最高。うわちょっと辛いかな。なんで、いやまあでも美味しい、うん、ポケモンも美味しいって言ってる。うん、というか星2だね。また星2か。いや美味しかったよダー君でもね。美味しかったね。じゃあ、あみんなほら喜んでるじゃん。ハート、ハート出てたよ。いやダー君、うん、ピクニックやっぱりサンドイッチ作り面白かったね。うん、この夜にやるピクニックも、うん、すごく景色が綺麗で、あと楽しかったよ。ライトがついててよかったよ。ね、景色、ある意味このライトアップされた景色も最高だったんで、ね、逆にね、この夜にするピクニックもおすすめするよ。そうです。ということで、じゃあ最後にじゃあ2人で写真撮ろう。せっかくなんでね。サブレーズ、どこ行く。サブレーズ待って、サブレーズ、サブレーズどっか行った。サブレーズ一人でどっか行けないよ。サブレーズどこまで走っていくんだ。サブレーズめっちゃ走ってた。どういうこと追いかけてって、ピクニックのこの海の場所全然関係ない場所に行っちゃった。写真撮ろう、うん、もうここでいいから。これ以上乗りながら写真しよう。おお、どうしたタケ、向いてるじゃないか。これをゲットしないと。いや逆に。よし、これで記念撮影 OK だね、うん、せっかくここに来たのに海じゃないっていうね。はい、ということで今回はポケットモンスタースカーレット・バイオレットでダー君とアナケナでピクニックに行って遊んでみました。サンドイッチ作ってピクニックしたのがすっごい楽しかったです。そして次回はね、うん、ダー君とポケモンバトルをして戦います。戦ってみたいと思います。そうです、やったー。ということで今回の動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく。アナケナファミリー他にもたくさん動画があるんで、ぜひ見てください。それじゃあ次回の動画でまた会おう。バイバイ。